ラテン文字の筆記体で書かれた手紙。1894年の日付がある筆記体は、ラテン系言語などに見られる書体の一種。文字はもともと筆記で書かれるものから始まり、その後様々な書体が開発されるという発展の様式をたどった。その中で筆記で書くのに適した一筆書きのように文字を続けて書く手書き文字、あるいはそれに似せた印刷用の書体のことを、 筆記体と呼ぶ。日本において筆記体といえば、通常はラテン文字のものを指し、本としてイタリック、カッパープレート、カーシブスクリープとザッフィーノなどがある。ラテン文字における筆記体は、各単語内のすべての文字を連結させ、一本の複雑な筆線で記述する筆記の形式である。イギリスでは、ジョインド、アップライティング、オーストラリアでは、 ランニングライティングと呼ばれている。筆記体は手書き文字と活字の折衷であるブロック体や活字体とは異なるものであるとされている。歴史アメリカ独立宣言。本文は筆記体による19世紀半ばからタイプライターが普及する1925年頃までアメリカで使われた筆記体スペンセリアン。ビジネス文書の事実上の標準的な書体だった。 過去の文書の例を挙げると、17世紀前半のマサチューセッツ州プリーマス植民地の知事、ウィリアム・ブラッドフォードの手書き文字では、ほとんどの文字は分離されていたが、いくつかの文字は筆記体のように連結されていた。その1世紀半後にあたる18世紀後半には、この状況は逆転。トーマス・ジェファーソンによるアメリカ独立宣言の総行では、ほとんどの文字が連結されていた。 後日職人により聖書された独立宣言は完全な筆記体で記述された。87年後の19世紀半ばには、エーブラハム・リンカーンが今日とほとんどと変わらない筆記体でゲティスバーグ演説の総行を書き上げていた。タイプライター発明以前の18世紀及び19世紀において公的な通信文は筆記体により記述されていた。これらの筆記体は、 見栄えの良さを意味するフェアハンドと呼ばれており、事務員は正確に同じ筆跡で書くことを求められた。初期の郵便においては手紙は筆記体で書かれた。当時は郵便代の節約のためにすでに文章が書かれた便箋の上に直行する角度で新しい文章が上書きして書かれることがあったが、ブロック体ではこの書き方は見られない。女性による手書き文字は 男性のものとは明らかに異なっていたが、手書き文字の形式には急速な変化は起こらなかった。19世紀半ばには、日本でいうところの読み書きソロ版に相当する技術として児童は筆記体を学ぶこととなり、教わっていない児童は比較的少数であった。20世紀半ばでも筆記体教育の状況はほとんど変わらず、アメリカ合衆国においては、 通常2年生か3年生になると筆記体を教えられることとなっていた。1960年代以降、筆記体の教育の重要性に疑問が持たれ始める。単純にローマ字を傾斜させたイタリック体はより平易なものであり、伝統的な筆記体を不要にするものであるとの議論が巻き起こった。また、書体の種類が増えたことと並行し、手書きの文字が 著作権を形成するようになった。これにより、20世紀後半には、D. ニアリアン式や、ゼイナー・ブロザー式などの多様な、新しい筆記体が現れた。それぞれが標準化されないまま、様々な手書き文字が、異なる、英語圏国家の異なる、学校制度の下で用いられるようになった。コンピューターの出現により、社会的プロトコル、必須技能としての筆記体は顧みられなくなった。 かつてフェアハンドを必要としていたいかなる職種もワードプロセッサとプリンターにとって変わられるようになった。筆記体教育は学校においてますます重要度を失い長い手書き文を書かせるテスト程度にしか用いられなくなっている。手書き文では筆記体の方が早く書けると考えられてはいるものの需要は減少傾向にあり2006年のアメリカにおける サットでは小論文を筆記体で書いたのは受験者のうちの15%に過ぎなかった。アメリカのある研究では1分間に文字を10個から12個しか書けない小学1年生に9週間にわたって45分間の文字の筆記の授業を行ったところ各速度が2倍になった上に思っていることについてのより複雑な表現が可能になり文章の構成能力も上昇したという。 これは、筆記体の授業を支持する人々によく引用される研究だが、この研究で教えられた英語の筆記とは、筆記体のことではない。一方、数式を手書きする場合は、今でも筆記体を用いることが多い。特に、L,O,Q,X は、手書きのブロック体では、それぞれ1、0、9、×特別しがたいので、一般に筆記体で書く。 筆記法筆記体によるラテン文字の大文字と小文字の例筆記体による小文字の大部分は印刷やタイプライターによる小文字、特にイタリック体の小文字に非常によく似ている。ただし筆記体やブロック体では A の上の部分のフックや円を二つ縦に並べた G は基本として使用しない。正確な文字の形は筆記体の形式により異なっている。いくつかの筆記体では F は交差する横棒の代わりに2つの円で書かれる。また、特に、フランス式では、P は N のように下の部分を離したままで書かれ、場合によっては上の部分まで離し、P が単純な線に見えるような形で書かれる。R はしばしば中性の半分の R に由来する字体で書かれる。また、Z には尻尾が付けられる。 これも中世の筆記法に由来する。他の小文字はむね同じ字体のままで伝わっているが、18世紀のローマ字体の小文字、W は今日使われている、N に V をつなげたような形をしている。また当然ながら、長い S は使われない。大文字は筆記体特有の字体を使用するが、いくつかの筆記体では、活字体に由来する字体を使用している。伝統的に、 一つの単語の中にある連結されたすべての筆線は T の横棒を引き、I の点を打つ前に完成させなければならない。このフレーズは作品を仕上げることを表現する英語の慣用句となっている。ほとんどの筆記体の形式では小文字の X と大文字の X の交差線や J の点も同様の規則に従って書く。 18世紀から19世紀半ばまでの手書きの筆記体は18世紀の版画の見出し文字に使用されていたより美術的な筆記体カッパープレートとは異なっていた。カッパープレートでは小文字体のアセンダやディセンダが太い実践で書かれるのに対し筆記体では細い輪で書かれる。これはジムで使用するインクを節約するためであったと考えられる。 カールマルクス直筆の資本論走行筆記体は読み取りが難しくなりがちである。例えば、i と t は、その点や横棒を後で書き足すため、それがずれてしまって読めないのがよく見かけられる。あくまでジョークではあるが、デーブ・バリーの笑えるコンピュータではいかに筆記体が英語の読み取りを困難にしているかを述べはプロソフトの功用として筆記体を駆逐したことを挙げている。例えば、小文字の g。 y, z は間違われやすい。このごとくに起因して、しかもその間違いが固定されてしまった例として、ボイチェックがボチェックになった例などがある。アメリカ全米共通学力基準は、多くの州で幼稚園から高等学校までの標準カリキュラムとなっているが、そこにはブロック体の手書きとキーボードの使い方は盛り込まれているが、筆記体については扱われていない。 2008年のアメリカの調査では、小学校の教師のうち、筆記体の教え方について習ったことのあるものはわずか12%だったという。2011年には、インディアナ州とハワイ州で、学校での筆記体の授業は、必ずしも行わないでよい。代わりに、キーボードでの入力を教えるよう求める、という通達がなされた。2009年に、全米共通学力基準が提案され、 2011年7月時点では44の州で採択されているが、この基準においては、筆記体の過程が含まれなかったため、採択した州べてで、筆記体の授業をすべきかどうかの議論が続いている。IT 時代には、キーボードや携帯端末での文字入力がある字で、筆記体をカリキュラムに盛り込む意義は小さいとする意見がある。一方で、 筆記体の書き方を習得した児童は、綴りの正確性や公文の読み取りの能力が高いという調査もある。フランス・フランスでは幼稚園の家庭で、アルファベットの筆記体を学ぶことが多い。日本日本においては、第二次世界大戦後の1947年に、9年間の義務教育の打ち後期3年間を担う新生中学校が設置されて、選択科目として、 外国語が置かれた。同年に指導の手引きとして文部省が定めた学習指導要領、英語編には大文字の筆記体、小文字の筆記体の修字を第7学年の終わりに指導することとされた。1951年に改定された学習指導要領、外国語化英語編では中学校第1学年の特殊目標として活字体や筆記体で 黒板や本から語、句、文を書き写す能力を挙げた。また同書には次のように筆記体を学ぶ意義が述べられている。楽に書けるという点からすれば、活字体から始めてその後で筆記体を学ぶようにするのが望ましいであろう。活字体はさらに本に出ている印刷された字体にずっと近いので、この点からもまた活字体から指導し始めるのが便利であろう。イギリスおよび アメリカでは、通常活字体を用いる大人もいるし、また、それは勝者においても適当なものとして認められている。活字体を用いても書く速度は落ちないとされている。我が国の生徒が筆記体を学ぶことは、筆記体を書く能力があれば、筆記体で書いたものを読む能力の助けとなるという、事実によって、価値づけられるのである。1951年改定、学習指導要領。 外国語会語編、文部省。1958年改定の中学校学習指導要領。外国語では、第一学年の英語の内容として、文字は、アルファベットの活字体及び筆記体の大文字及び小文字とし、符号は終止符、コンマ、疑問符、簡単符、アポストロフ、ハイフン、引用符などとすると定められた。その後、 1969年、1977年に改定された学習指導要領でも同様に第一学年で筆記体を指導することと定められた。生徒は筆記体に習熟することが求められ、教師の番書も筆記体のことが多かったため、ノート、試験答案等のほか、手紙やメモ、署名の書字にも広く筆記体が用いられた。 1989年に改定された中学校学習指導要領試行では、これまでよりも教師の裁量の幅を大きくし、教科の内容として行わせる言語活動は、別表一に示す言語材料のうちから、目標を達成するのにふさわしいものを適に用いて行わせることとされた。この別表一に定める言語材料の中には、 アルファベットの活字体及び筆記体の大文字及び小文字として筆記体も挙げられていた。しかし、ワードプロセッサの普及によって手書きの機械は減少し、英語圏でも筆記体が推薦したことや、それ以前の改定で授業時間数が減ったことなども、相まって同改定が施行された1990年代以降、授業で筆記体の習熟に時間を割くことは少なくなって、 言ったとされる。さらに、1998年に改定された中学校学習指導要領志行では、外国語は選択強化から必修強化に位置づけられたものの、授業時数は減少し、文字指導にあたっては、生徒の学習負担に配慮し筆記体を指導することもできることと定めたため、筆記体が授業で詳しく取り上げられることはほとんどなくなったとされる。 2008年に改定され2012年4月に施行された新学習指導要領を、生きる力の中学校学習指導要領では、外国語の授業時数が各学年140とされて、中学校の教科で最大とされたものの、筆記体についての内容は前回改定と同様とされた。以上のように、1990年代初頭以降、中学校の外国語で、 筆記体が取り上げられることは急速に減っていったため、同年代以降に中等教育を受けた人は筆記体の読みかけをすることが少なくなっている。アラビア文字には活字体と筆記体の区別はない。ただし、ローマ字のブロック体に相当するものとしてナスフからだ。筆記体に相当するものとしてルクア体がある。日本語文字などの漢字圏において同様のものとしては行書体。 草書体などがある。英語ではそれぞれ、セミカーシブ、カーシブと呼ばれる。一方、中国語圏では、ラテン文字の筆記体を、出写体と呼ぶが、出写体自体は、天書体や霊書体、会書体などの美術的な書体を指す。ありがとうございます。